はい、皆さんこんにちは。日本時間だと昨日のニュースなんですけども、Netflix が空間オーディオにね、対応したってことで、iPhone、iPad で、Netflix の動画が空間オーディオで視聴できるようになったということでね、今日はね、このあたり、実際に試してみてね、どうなのかをチェックしたいと思っています。はい。ということで、こちら、9to5バック8月18日の記事ですから、日本時間だと昨日の記事ですよね。で、こちら、Netflix が iPhone と iPad で空間オーディオのサポートを開始したということで、で、なんかね、Netflix に 9to5 Mac が問い合わせたところ、確かに iOS、iPadOS の14の iPhone と iPad で空間オーディオのサポート展開開始しましたっていうふうに認めたっていうことなんで、これ確かなね、情報なようですよね。ただし、AirPods Pro と AirPods Max 専用ということで、ちなみにこの記事によりますと iOS15 においてはドルビーアトモス以外のコンテンツの空間オーディオ体験をシミュレートする新ステレオオプションっていうのがあるってことで、これベータ版お使いの方はなんとなくご存知かとは思います。てなわけで早速試してみたいんですけども、今までの動画の空間オーディオといいますと Apple TV アプリと Music のビデオのみだったというね形で、一定の条件がね整わないと使えなかったわけですけど、それが例えばねこの Apple TV のアプリでこちらの作品リストのところですけども、このオリジナルなんかね結構ドルビーアトモスのやつ多いですけども、そうでないものもこの番組の表紙の部分ですよね、そちらをチェックするとこのようにドルビーアトモスのロゴが入っているので、それが入っているものであれば AirPods Pro と AirPods Max を使えば、空間オーディオの、このね、映画とかドラマが体験できたということで、実際の再生中にはコントロールセンターのところでオンオフができるほかですね、対象のコンテンツが再生の時には、このようにね点滅するので確かに空間オーディオの再生ができているってことがね確認できていたわけですよね。なかなかねいい音なんですね。で、Netflix ね今回試してみましたけども、で、Netflix についても基本的なそのデバイスの条件は同じなので、この AirPods Pro か AirPods Max を使う必要があるというね感じなんですよね。で、事前にこのアプリのバージョンを最新の 14.2 にしておく必要があるようです。アップデートをしてからということですね。で、Netflix 自身からはまだアナウンスが出てないようでね、正式には。で、いろいろドルビーアトモスとか調べたんですけど、なんかこの 4K のプランをね、契約してないとダメみたいで、あとは対応の音声システムって書いてあるんですけども、ただこれ空間オーディオ自体のね、条件ではないんでね、ちょっとね、うちのプランはベーシックプランなんですけど、一番安いやつ。それで実際使えるかどうかをね、試してみたいと思っています。で、適当にちょっと動画を選びまして再生の方をねしてみようと思いますけども、まずは AirPods Pro の方からね試してみましょうか。で、AirPods Pro の場合にはダイナミックヘッドトラッキングっていう頭の動きに合わせた変化をしてくれるみたいなんでね、ちょっとね試してみたいと思いますが、ちょっとねこう空間が広い感じの動画を選んでみていますが、でこちら見ますとね、空間オーディオは今ねオンになってますよね。で、これ、ピクチャーインピクチャーで再生していますが、著作権の関係があるんでね、映像自体はお見せできないんですが、確かにね、これ点滅してんですよね、空間オーディオのマークが。で、聞いてるとね、これ、それ自体は実際聞かないとわかんないですが、ちゃんとね、空間オーディオの効果がね、あるなというのがね、わかるんですね。結構ね、いい感じで聞こえています。で、これ試しにオンオフをね比べてみますが、オフにした場合は確かにねこれは普通のステレオですね。で、オンにするとこれがね会話が間近で聞こえるようなね、感じになって、でオフにすると、いつものね普通のステレオ感があったりと、結構ね効果の方は、しっかりと体感できますね。ただ Apple TV の空間オーディオと比べると効果が若干ですけど弱いように感じますけどね、ここはちょっとね主観になっちゃいますけどね。で、別のコンテンツもちょっとね見てみたいと思いますけども、でこれについてもこの点滅はしてますからね、確かに、その対象コンテンツってことが分かるほかですね、オンオフで比べると確かに普通のステレオかもうちょっとねこう 3D な感じなのかの違いが出ているのがね確認できますね。でスタンド機能を使って他のコンテンツもねいくつか試しましたけども、確かにねこれ空間オーディオが効いていまして、まるでですねこの画面の映像の中にいるような感覚で、ね、楽しめるということでね、結構いいですね。なんか Apple TV だけのコンテンツだった時よりも、Netflix のコンテンツでも楽しめるっていうのはバリエーションが広がってねとてもいいです。で、ダイナミックトラッキングってこの頭の動きに合わすやつも AirPods Pro ではね、確かに確認できて、この部屋の中移動なんかするとですね、結構ね、効果は確認できていますね。で、AirPods Max についても、これ確かにね、これ点滅していますから、空間オーディオで聴けていて、で、オフにするとね、明らかに普通のステレオになるので、このあたりについては AirPods Max でも、このね、空間オーディオ、体験できるってことで、この辺の条件については Apple TV アプリの場合と同じみたいですね。ただし AirPods Max についてはダイナミックヘッドトラッキングという頭の動きに合わせたのはね確認できなかったんで、記事の通りの内容となっているようです。で iPhone でもね試してみました。こちら iPhone 12 Pro ですけども、これについてもね、このピクチャーインピクチャーで今再生中ですけども、確かにね、コンテンツは、点滅して空間オーディオをオフにするとステレオに戻るという感じで、AirPods Pro での確認ができています。で、念のため比較対象としてプライムビデオもね、試してみたんですね。で、これ同じようにプライムビデオで、何かね、コンテンツを再生してみます。でプライムビデオの場合もピクチャーインピクチャーで今再生中ですが、でこの場合もね空間オーディオオンというのは表示されるんですが、この場合ね点滅してないんですよね。でオフにしてもオンにしても基本的に同じ音でしか聞こえてこないんでね、こちらはやはりねまだ非対応ということがね、わかると思います。で一応 Netflix アプリの旧バージョンを試してみました。ちょうどこれ iPad mini に入っていたので、これは 11.34 というね、ちょっと古いやつですけど AirPods Pro でね試してみますね。さっきと同じコンテンツを聞いてみたいと思います。iPad mini については AirPods Pro と組み合わせれば Apple TV なんかではねすでに対象機種となっているんでね、できるはずなんですけども、ところがね、やはり残念ながら Netflix のアプリのバージョンが古いと、ここがね、点滅しないんですよね。で、オンを繰り返しても残念ながら違いは全くね、わからなかったということで、で、Apple TV については、こちら Dolby Atmos の対象コンテンツであればですね、このように点滅して、確かにね、オンオフをすると効果が確認できるという感じなんで、Netflix 最新バージョンのアプリにする必要があるようですね。で質問ありそうなんでね AirPods の第2世代も念のため試しておきました、これについては記事によると対象ではないということなんですけども、一応先ほどの AirPods Pro と AirPods Max でできた環境で AirPods の第2世代で試してみます。で Apple Music に関しては設定で Dolby Atmos を自動もしくは常にオンにしておけば、この対象の音楽については空間オーディオがね体験できたんですけど、ただ、Netflix の場合動画ですから、残念ながらね、普通の AirPods では使うことができなかったということで、で、それは Apple TV でもね、一緒で、この対象のコンテンツであっても、こちらも空間オーディオのマークはね、出てこないんでね、基本的には使えないわけですよね。この Music のみというね、対応なのが AirPods の第2世代でございます。はい、ということでね、今日は Netflix が空間オーディオに対応したってことで、AirPods Pro と AirPods Max で試してみましたけど、確かにね、使えるということがね、確認できています。Netflix 契約をしている方についてはね、最新のアプリにアップデートをした上で試してみてはいかがでしょうか。効果については、実際聞いてみないとね、わかんないところありますけども、Apple TV の Dolby Atmos よりはちょっと弱めな気がしますけども、十分ね、効果は確認できていますね。ただ、この料金プランに関しては、私はベーシックの状態で効果が確認できていますけども、今のところ正式アナウンス出てないですからね、今後ちょっとどうなっていくか、条件付けについてはまだわかんないってところで、まだね、試験運用だと思うので、今後変わる可能性はね、あるかと思います。で、あとはiOS、iPadOS 15以降に関しては、さっき記事でもね、言っていましたけども、この普通のステレオをシミュレーションで空間オーディオに変換する機能なんかもあるようなんでね、対応を謳っていないコンテンツでも一定の効果がね、出る可能性はあるんでね、正式版の OS15 がね、出るのを待って、プライムビデオとかでも楽しめるかもしれません。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。